この度ね、コーガンのロッドシリーズエアが一新されて登場しました。今回タイプ D、 電動モデルですね。電動のタイラバに特化したタイプ D というモデルが追加されました。で、最も変わったところはこうですね、ガイド AGS エアガイドシステムになりました。これによってね、やっぱり軽さってね、やっぱり感度も上がるし、一日持っている釣りではね、一番、プラスの要素でしかないんじゃないのかなと思います。エアのその名の通りね、軽さはアップしています。やっぱりあの深いところはやっぱり 100m のところになると結構な糸出ますんでね、電動リールが安定して超過を得られるということで、電動のタイラバンをね、これからますます広めていくっていう意味でもね、タイプ D おすすめですので、ぜひお使いください。おお、ドラグさっき締めとったんだ。いいんじゃないですかそれ。うわもう一度間違いないですよ、このサイズは。いや、でかっ、きれい。よっしゃ、うおでかい、やったー、でかい、やったやりましたね、やりましたわ。色白でね、なかなか美人さんじゃないですか、これ。はい、今回ね、新製品コーガベイラバーフリーアルファフックアッパーというヘッドが出ました。これね、あの非常に特徴的な形状してるんですけども、ポールも早く落とせるし、巻いた時に余分な動きをしない、だからウォブルもしなければローリングも控えめ、ほんと綺麗についてくるんですね。これによってこのユニットの動きを増長させるっていうことで、どちらかというとね、あの早巻きに対応したヘッドになってます。僕はだいたいね、あの掛けタイラバーメインでやってるんで、結構早巻きでやるんですね。そんな時に あんまりこうウォブルが激しいと余計な動きが発生して、あの波動も強めに出ちゃうんです。でそれを抑えめにするための、フックアッパーというこの形状で、特徴としてここに出てますね、玉がタングステン玉、これによって、着底感度をアップしています。で着底も取りやすく、タッチアンドゴーがしやすい。でおすすめのセッティングするユニットなんですけども、こちら両方カーリーになったツインカーリーっていうね、ネクタイがセットで売られています。ツインカーリーの特徴としては、若干その細切りのネクタイであっても波動も強めということで、これね最近よく釣れるんですよ。チェッカーズレッドとかね、チェッカーズオレンジとか、これ新色を組み合わせてフックアッパーセットされていますので、ぜひねご利用ください。リールはソルティガーの IC100 ですね。 IC と付いてますのでカウンターのリールになります。このカウンターがあると水種の目安にもなるのはもちろんなんですけれども、この時期マダイがノッコミを迎えてボトムよりもかなり上の方で、釣れることが多くなります。そういう時にこのカウンター付きはすごく便利なんですね。だいたい水深 100m のところで、今まではこう下から 10m とか 20m 巻いてくださいというアナウンスが多いと思うんですけれども、この時期では、まあ海域にはよるんですけれども、中層、まあ、50m とか 60m でかかるっていうことが増えます。そういう時はこのカウンターがあると、そのボトムにわざわざ落とさなくても中層をピンポイントで狙って、探ることができるので、誰よりも勝負が早くなります。そしてですね、ドラグ調整がかなり細かくできるようになったので、タイラバはですね、ドラグの調整がかなり命となっています。ドラグが強すぎると大きなマダイがかかって突っ込んだ時に切れたり割れやすくなりますし、緩いとフックアウトしてしまう可能性があるんですけれども、細かく細かくできるので、そういったところも特徴ですね。あとはデプスアラームがついています。わざわざこのカウンターを見ていなくても10メートルごとに音で水深が分かりやすいっていうところも特徴の一つになっています。ヒヤヒヤする私後ろサボさんみたいな入ったらしきらん。なんでガチンコな、いや怖い、いやいや、やっぱ怖いよなんかやっぱ私、いなしファイトに慣れといて、あんなグイグイしきらん。
ございます。やったー、春マダイ釣れました。綺麗綺麗。釣れ